私の名前はパニコ、28歳の会社員です。夫のタクヤとは3年前に結婚。実は現在妊娠中で幸せいっぱいの毎日を送っています。言いたいところなんですが、実は結婚当初から悩んでいた義母との関係が最近ますます悪化してるんです。一人っ子のタクヤはマザコン気味で、いつも義母にべったり。結婚前から違和感は感じていたのですが、タクヤにベタバレだった私はそんなの些細なことだと思っていて、タクヤは何かと母親を心配して、結局結婚後も義実家のすぐ近くのマンションを借りることになったんです。義両親はまだ50代で健康に問題もなく、心配する要素なんて一つもないんですけどね。そんなわけで徒歩5分のところに住む義母はしょっちゅう我が家に来ています。パニコさん、夕飯のおかず作ってきたわよ。タクヤ、昔から私の手料理が大好きだからね。うへー、実は私、義母の作る料理は苦手で、だってすごく甘くてしょっぱくて、とてもじゃないけど食べられたもんじゃないんですよ。タクヤはいつも私の味付けが薄いって言うけど、こんな味で育ったなら納得ですよ。はあ、わざわざすみません。パニコさんは仕事が忙しいみたいだし、ろくな料理を作ってくれないってタクヤがぼやいていたしね。はあ、あいつそんな文句言ってんの。私はタクヤの健康を考えて、仕事から疲れて帰ってきても頑張って料理してるのに。私のことを気に入らない義母は他にも嫌味ばかり言うんです。妊娠が分かったっていうのに、いつまで働くつもり？お腹の子に何かあってからじゃ遅いのに。子供が生まれたら当然子育てに専念するんでしょ？それなんですが、私育休後はすぐに職場復帰するつもりです。まあ、出産後も働くつもりなの？それじゃあまるで拓也の稼ぎが少ないみたいじゃないの。それに仕事を言い訳にして子供と夫の面倒も見ないつもり？いやいや、実際問題、タクヤの稼ぎで親子3人は暮らしていけないし。私は仕事が好きなので、自分のやりたいことは一生続けるつもりです。子供は保育園に預けるつもりですし、タクヤさんは自立した大人なので、私が面倒を見る必要ないですよね。あら、やだ、それって私に対する嫌味？いえ、そういう意味では。はいはい、どうせ私はパートでやりがいのない仕事をしてますよ。ああ、傷ついたわ私。こんなこと嫁に言われて嫌になっちゃう。ほんと生意気な嫁ね。それに子供と夫の世話もしないなんて、タクヤもなんでこんなハズレ嫁を選んだのかしら。全部聞こえてるんですけど、本人を前にハズレ嫁なんてどういう神経してるわけ。義父は私のことを可愛がってくれ、孫の誕生も楽しみにしてくれているのに、義母はどうしてこんなに意地悪なのかしら。きっと私に拓也を取られたと思っているんでしょうね。こんな調子であからさまな嫁いびりをされているんですが、拓也に文句を言っても全然取り合ってくれません。まあまあ、母さんも俺たちのことを思って言ってるんだよ。それにしても、昔から心配性のところがあるからさ、俺たちの将来を心配してつい言葉が過ぎるだけだよ。でもね、面と向かってダメ嫁認定される私の気持ちにもなってよ。パニコは大げさだな。ちょっと言い過ぎただけだろ。母さんも俺がいなくなって寂しいんだよ。多めに見て仲良くやってくれよ。なんて能天気な反応ばかりだ。おまけにマザコンのタクヤは毎週のように義実家に行きたがるんです。私、妊婦で体調も万全じゃないし、今週末は家でのんびり過ごさない？
だって生実家に行くと掃除や買い物にこき使われていつもぐったりしちゃうんですよね。そうか、うんだよ、せっかく誘ってやったのに。わかったよ、それじゃあ俺一人で行ってくるから。母さん、今週は映画に行きたがってたんだよね。俺も見たいと思ってたしさ。パニコは一人でのんびりしてればいいよ。はあ？あんた妊婦を放っておいて母親と映画を見に行くつもり？そういえば先週はつわりに苦しむ私を置いて二人で外食に行ったし、タクヤはいつだって義母優先なんです。あのさ、タクヤ、私妊娠中なんだよ。少しは気を使っていたわってくれるとかないの？だってパニコ家で過ごしたいんだろ。義実家に行くといろいろと気を使うし。それはパニコの問題だろ。気を使いすぎなんだよ。実家だと思ってリラックスして過ごせばいいじゃん。あんたの母親のせいでリラックスなんてできないのよ。そうだけど、私は拓也と一緒に過ごしたいの。え、そうなの？でもさ、母さんも俺と過ごしたいって言うんだよね。うわー、出たよマザコン男。パニコとはこの先ずっと一緒に過ごせるけど、老い先短い母さんと過ごせる時間は限られてるんだよ。わかるだろ？わかんないし。日本人女性の寿命から言って、お母さんあと30年は生きるんですけど、こんな人を相手に何を言っても無駄だと思い、最近は好きなようにさせています。だっていちいち文句を言うのも疲れるし、私ももう自分のことで精一杯なんだもの。私がうるさく言わなくなったのこれ幸いと、拓也は週に何度も義実家に夕食を食べに行き、週末も義実家で過ごすことが多くなりました。私は義母に会うというストレスはなくなったものの、こんなんで私出産と子育てできるのかしら。拓也は私と子供を愛してくれるの？ホルモンバランスのせいか最近落ち込みやすくて、一人で過ごしているとこんなことばかり考えてしまいます。そうこうするうち時は経ち、拓也は今日も義母と出かけています。朝早くに出て行ったのに帰ってきたのは夕方でした。ただいま。おかえり、ずいぶん遅かったわね。夕食は？言いかけた私は夫の後ろに義母が立っているのに気がつきました。あ、お母さん、お久しぶりです。今日はパニコに重大発表があるんだ。だから母さんにも一緒に来てもらったよ。パニコさん、きっと驚くわよ。え？満面の笑みを浮かべる拓也と義母に嫌な予感しかしないんですけど。実は、聞いて驚くなよ。一軒家を買ったんだ。今日契約してきたぞ。は？子育てするなら一軒家よね。マンションなんかじゃ息が詰まっちゃう。はあ？これでのびのび子育てできるな。嬉しいだろ？はあ？この人たち何言ってんの？突然のことに私は唖然としちゃいました。これまで一軒家が欲しいなんて話したことないし、こんな大切なことを私抜きで勝手に決めてくるってどういうこと？私の意見を全く無視した拓也にも呆れましたが、私たち夫婦の問題に頭を突っ込んでくる義母にも腹が立って、なんで勝手にそんな大事なこと一回も相談されてないんだけど。それに私身重なんだよ、この体で引っ越しなんて。いやー、母さんと出かけてたら偶然不動産屋の前通ってさ、俺ピーンと来ちゃったんだよね。駅からは歩いて30分かかるけどさ。え、駅から徒歩30分？でもさ、俺の職場まで15分だし。そうそう、私のパート先から5分なのよ。え、なんでお母さんのパート先が関係あるの？子供が生まれても母さんたちとも十分住める広さだし、ちょっと古いけど条件ぴったりなんだよ。え、ちょ、お母さんたちと同居するつもり？そうよ、そんなの当たり前じゃないの。だって子供が生まれたら
私の手伝いが必要でしょ。保育園に預けるなんてお金がもったいないわよ。そうだよ、パニコは母さんに子供を預けて働けばいいよ。ローンも払わなきゃいけないしな。私に一言も相談なしに何を言ってるんじゃ。でもタクヤとギボは私の怒りには気づかず浮かれっぱなし。私の体のことなんてこれっぽっちも考えていない様子です。ほらこれ契約書だな。パニコもきっと気に入るよ。そう言ってタクヤに手渡された書類に目を通すと、ちょっと待ってよ、ここ私の職場まで1時間半以上かかるってこと？それに昭和40年代地区って 3LDK？ どうやって3世代で一緒に住むのよ。こんな物件を相談なしに契約するなんて、とうとう私の怒りは限界突破。何がピンときたよ。こんな家私には何のメリットもないじゃない。でもこの値段で一軒家が買えるんだぞ。両親とも同居できるしお得だろう。あんたラッキーだったわね。さすがタクヤね。いやそれほどでも。うふふあははっと笑い合う二人に私は嫌悪感しか感じませんでした。もう無理、こんな人と一緒には住めません。愛してると思っていたタクヤは私より義母の方が大事みたいだし、このマザコン男め、あんたなんて一生ママと仲良しこよしで暮らしていけばいいのよ。このお腹の子には絶対にパパなんて呼ばせないんだから。そう思った私は無言のまま荷造りを始めました。タクヤと子供たちに囲まれて私の老後は安泰ね。要介護になってもパニコさんがいるし。でパニコさん何してんのよ。出て行きます。もうあなたたちには付き合いきれません。実家に帰らせてもらいます。は？お前何言ってんだよ。これから本契約の書類とか必要なのにふざけんなよ。ふざけてるのはどっちよ。どうぞ好きにやってください。私は一緒に住む気はありませんから。なんて勝手な嫁なの。夫が決めたことに従いなさいよ。勝手なのはそっちですよ。背後でタクヤとギボの言葉が響いていましたが、私は無視して実家に帰ったのです。実家にて事情を聞いた両親はそりゃもう怒っていましたよ。もう戻る必要はないよ。ずっとここにいて出産するといいよ。パニコとお腹の子供はうちで面倒見るからな。あいつらが来ても父さんと母さんが相手になってるから安心しろい。ありがとうお父さんお母さん。こうして私は実家から職場に通うことになりました。お父さんたら私の体を心配して毎日車で送り迎えしてくれるんですよ。両親は妊婦の私をいろいろと気遣ってくれて、私を邪険にしてたくやと義母とは大違い。1週間後、全く家に帰ってくる気配のない私にゴーニアしてたくやと義母が実家に嫁ってきました。パニコお前いい加減帰ってこいよ。そうよパニコさ、夫の面倒も見ずにどういうつもり。嫁のくせに実家に帰るなんて非常識よ。そうだぞ、母さんも怒ってるぞ。今なら許してやるから、さ帰るぞ。自分たちは全然悪くないと思っている様子に呆れちゃいますよ。玄関先で二人が騒いでいると両親が出てきてくれました。非常識なのはどっちだい。パニコは返さないよ。あの、いや、他人は夫婦の問題に口を挟まない。おいてめえ、な、今私とパニコが他人って言ったの。この野郎め、その空っぽなおつむをかち割ってもらいたいのかい。母ちゃんの手を煩わせるまでもないよ。俺がちゃちゃっとやっちゃうかい。父と母に睨まれてタクやったら顔面蒼白ですよ。いや、パニコ帰らないなんて冗談だろ。ちょっと拗ねただけだよな。いいえ、私は絶対に帰りません。私の意志が固いと知ったタクヤ、今度は泣き落としにかかりました。パニコのお金がないとあの家が買えないんだよ。帰ってきてくれよ、頼むよ。ああ、
やっぱりね。拓也には浪費癖があって、結婚資金もほとんど私が出したんですよね。結婚後は私が財布の紐を締めていたものの、以前からの借金を返すのに精一杯で貯金はゼロ。実は給料だって私の方が高いんです。家を買う頭金も私の貯金を当てにしていたんですね。あのさあ、あんた人に頼ってばかりいる割に私には一言も相談なかったよね。それに私がお母さんから嫁いびりされてるのも無視だったよね。妊婦の私を気遣うどころか、家事は全部私任せで、平日は毎日のように御前様だし、週末もいつも家を空けてたよね。まあそうだけど。そんな大げさね。拓也だって毎週末うちに来てるわけじゃ、平日だって会社帰りに1日2日寄るだけで。な、それはせっかく義母がフォローしてくれたけど、かえって墓穴掘っちゃいましたよ。私知ってるの。あんた浮気したでしょ。調べはついてるのよ。え、あそうなんです。毎日帰りも遅いし、毎週末家を空ける拓也を不審に思った私はこっそり更新所に依頼したんです。そしたらこいつ、妊婦の妻をほっぽって会社の若い子に手をつけていたんです。随分と入れ込んで、私に内緒で借金までした割にあっさりと振られたみたいですけどね。子供が生まれて落ち着いたらとっちめてやろうと思っていたのに、思いがけず早々にこのネタを使えるとは。え、ちょ、あんた、なんてこと。いや、ちょっとした出来心で。言い逃れはできないわよ。あんたとは離婚。二度と顔を見せないでちょうだい。二人は私の両親につまみ出されてしまいました。そんなパニコ許してくれよ。一時の気の迷いくらい許しなさいよ。ね帰ってきてよ。二人の叫び声が響いていましたが、知ったこっちゃない。自業自得よ様。その後義母は事情を聞いた義父から意向を言い渡されたそうです。そんなに息子が好きなら息子と二人で暮らせ。これまで我慢してきたけど、俺はもうお前の面倒は見ないですって。そして借金のある拓也はやはりローン審査には通らなかったそうです。あの中古住宅に住むつもり満々で、マンションもさっさと解約しており、実家の父親からは縁切りされ、仕方なく家を追い出された義母と一緒にボロアパートで暮らしているとか。拓也は義母に一生面倒を見てくれと迫られて、経済的にも精神的にもかなり追い詰められているそうです。念願かなって大好きな母親と一緒に暮らせるのにどうしたんでしょうね。そうそう、慰謝料と養育費はきっちりと払ってもらいますよ。唯一私の味方だった義父がしっかりと監視して払わせると約束してくれたんで、私はというと両親に守られる中、無事に可愛い女の子を出産しました。名前はパニミと名付けました。パニミは私とパニコに似て本当に可愛いね。さすがの母ちゃんも孫にはデレデレだな。そりゃそうだよ。この子は私が全面的に協力して育てるから、パニコは大船に乗ったつもりでバリバリ働くといいよ。パニコとパニミのバックには私がついてんだからね。そうだな、俺もいることだし安心して働きな。お父さん、お母さん、ありがとう。おやおや、パニミがびっくりしちゃうじゃないか。家族が助け合うのは当たり前だろ。おお、パニ家の結束は固いからな。うん、私この家の子に生まれて本当によかったよ。パニミもきっと立派なパニ家の一員に育つわね。イシシッ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。